皆さんこんにちは。今日は北海道の札幌に来ております。この北海道2023年新しい野球場ができるのをご存知でしょうか。新しい野球場、名前をエスコンフィールド北海道と言いまして、北海道のプロ野球チーム日本ハムの本拠地になる予定になっています。で、そんなエスコンフィールド北海道、もともと日本ハムは札幌にある札幌ドームが本拠地だったんですが、そこから北広島にエスコンフィールドっていうのはできたわけでして、これまでは地下鉄を使って移動することができたんですけれども、ちょっとそこがアクセスがいろいろ変わりまして、まあ、今回はそんな北海道にできた新しい野球場のアクセスだったり、まあなんでしょうかね、現実目線で本当に札幌から早く着くことができるのか、一体どれぐらいで行くことができるのか、果たして札幌ドームよりも便利なのか不便なのか、そんなところを現実目線で皆さんにご紹介をしてみたいと思います。では改めまして、今回もよろしくお願いします。ということで、札幌駅の中に入ってまいりました。まずはこの札幌から今回の球場、北広島という場所にあるので、そこまでの運賃を見ていきたいと思います。札幌から北広島までは 7つ目かな、まあいいやなんて話になるんですけれども、これですね、料金は540円ということで、札幌ドーム時代よりもまあかなりお高くなっております。まあ、これ以外に料金がいるかっていうと特にそういうわけではないんですけれども、まず札幌からエスコンフィールドの最寄り駅である北広島までは540円です。続いては今回の北広島に向かう列車の選択肢のご紹介です。このように札幌からは北海道各地に様々な列車が出るようになっているんですが、北広島エスコンフィールドに行く場合、乗車することができる、まあ、可能性というか選択肢は一番左側の苫小牧東室蘭函館帯広釧路方面の列車の中でも普通列車と、真ん中にある新千歳空港行きの快速エアポート、この2つになっています。特急に乗ると札幌を出ると新札幌南千歳と停車していくんで、北広島は停車しないのでご注意ください。で、まあ、ここから見ていくと、まあ、時間帯にも当然よるんですが、だいたい列車としては10分から15分に1本ぐらいかな、まあ、少なくともこのエアポートが本数が多いんで、まあ、これで助かってるかなって感じなんですけれども、まあ、一応ね、早い選択肢を今回取っていこうかなと思いますので、この快速エアポート150号に乗って15時、まあ、霧もいいんで15時に札幌駅を出ると仮定したいと思います。ということで、札幌駅の中に入ってくるとありましたね、北海道ボールパーク F ビレッジとか書かれていまして、なんかすごいガーデン、キッズエリア、自転車が借りれる、徒歩じゃ広すぎるとかなんか書いてありますね。なんか嫌な予感がしてきましたね。で、これですね、北海道ボールパーク F ビレッジって書いてある、この中に、エスコンフィールド北海道というものがあります。で、ここにですね、書いてありますように、札幌から北広島は快速エアポート最速16分なんて書き方がしてあるんですよ。まあ、要はこのエスコンフィールドがめちゃくちゃ近いって暗示しているわけですよね。でもそんなことないよっていうのが、まあ、今回の動画になっちゃって、むしろ宣伝には申し訳ないんですが、まあ、今回は平等にね、しっかりと時間も計っていきたいと思います。はい、ということで、札幌駅のホーム5、6番線に上がってまいりました。基本的に快速エアポートは、もしかしたらホームは今後変わるかもしれませんが、6番線から出ております。今回乗っていくのはエアポート150号ということで、15時発ですね。で、エアポートの停車駅は新札幌北広島ということで、札幌を出ると2つ目に北広島に到着をするよって感じになっています。で、まあ、今回はちょうど野球っていうのは、だいたいナイターゲームですと16時に開場して18時に試合開始っていうのが一般的なんですけれども、まあ、そういうことを考えると、実はですね、会場に一番いい感じな時間帯っていうのがわかるんですけれども、ここでエスコンフィールドの、まあ、一つ問題点をご紹介したいと思います。というのが、結局エアポートを使えば早いなんて話をするわけなんですけれども、まあ、今はどうやら、まあ、そんなに混んではいなさそうなんですが、荷物をご覧ください。これですね、要はキャリーケースを持たれている方っていうのがいらっしゃいまして、そう、快速エアポートっていうのはメインのターゲット層っていうのは新千歳空港なんですね。まあ、要は新千歳空港、空港に行って、まあ、そこから羽田空港等々に行きたい方が使うっていうのが基本的なこれパターンなんですよ。そう考えると、野球の方がそれに加わってきたら、ちょっとやばくねっていうね、それがまず一つの問題点です。プロ野球だってやっぱり3万人とかそれぐらい入るような球場になる予定だそうなんで、
そこに空港のお客さんでただでさえめちゃくちゃ混んでる時間帯があるエアポートに野球の方を加えたらえらいこっちゃにならないかなっていうのがまず一つの問題提起です。もうね、別に今回のエアポートがめちゃめちゃ混んでるかどうかは別としても、反対側とか旭川に行く列車とかっていうのを祈りたい方が、本当にめちゃくちゃいっぱいになっていますように、シーズンによってはとかく混むんですよね。そんな注意点もお話ししながら、列車やってまいりました。手前の車両、2つのパターンがあるんですけれども、まずは転換クロスシートが使われている車両、どうやら今回はそれが担当ということで、エアポートは6両編成になっています。なのでこれまでの地下鉄からすると2両分、長くはなってるかなっていうのが快速エアポートという話になります。で、この、転換クロスの車両が来てしまったら、これはこれでめちゃめちゃ困るのが、たくさんの方が乗ってきたらですね、じゃあどこに立つのって話になるわけじゃないですか。これ特に真ん中とかつり革とかないんですよね。なので、空港のキャリーケース持ってる人もいれば、空港へと野球場に行きたくってたくさんのグッズも持ってる人もいればってことで、相当にカオスになることっていうのが、十分に予想されるわけです。で、どうしても座らなきゃ困るぞって方がいらっしゃったら、一応選択肢として提示できるのがこの右側の U シートです。これは空港向きで絶対に座りたいぞって方向けの、リクライニングシートが使われている座席になっているんですけれども、これプラス830円という結構な課金が必要になりますし、おまけに結構これ混んでるんですね。かなり人気なのがこの U シートってことになっていまして、一応エアポートって車両が来た場合は有料の列車っていうのも選択肢にあるんだよっていうのを、一応ここでご紹介をさせていただきます。では15時ちょうど快速エアポートで早速新千歳空港ではなく北広島方面に移動をしていきたいと思います。ちょうど左手側は旭川方面のライラックと同時の出発となりました。この札幌付近は複数になっているのが面白いところになっております。でやっぱり車内なんですけれども、一応今回は転換クロスシートも空いていたという流れにはなるんですが、見ていただきますと右側ドアの周辺は釣り革はついてますが、そこより後ろ側には釣り革はついていないんで、2時から今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。はい、ということでちょっと挨拶が入ったので一回声をやめてしまったんですが、いらんからくてさすがは北海道ですよね。で、そう、釣り革なんですけれども、前側にこれ3列しか用意をされていないんで、そこより後ろ側まで人が溢れてきたよって言った場合は、この座席転換クロスシートの端っこの手すりぐらいしか支える部分はないので、やっぱりエスコンに行きたい場合は荷物を極力減らしていくっていうのも非常に重要なんじゃないかなっていうふうに今回この列車に乗ってみて思いました。やっぱり空いている時だけを考えるのは非常に危険でないかなと思うんですが、北海道に逆に普段住まれている方からするとどうでしょうか。そして札幌駅を出るとさっきも書いてあったんですが、このように FBH 札幌北広島最速16分と書かれていて、16分は押すんだけどねっていうのが、今回のテーマにもなっているので、それについてはまた北広島に到着した後で皆さんにぜひぜひゆっくりご紹介していければなというふうに思います。一応座席ですが、しっかりと見ていくとこのようになっていて、転換クロスシート1人ずつの座席になっています。肘掛けもついていますし、正直空いていたらめちゃめちゃ快適であることには変わりありません。ただ前方やっぱりめちゃくちゃ足元に余裕があるかっていうとそうでもないので、キャリーケース水人っていうのはちょっと大変かもしれません。でも普段からこの列車は空港方面に行ってるんで、そこは工夫したいなんじゃないかなっていうふうに思うんですが、快適だけど快適じゃないっていうのがこの列車かと思います。そして列車は最初の停車駅新札幌にやってきました。この新札幌は特急停車駅になっています。今回は北広島ってことで、初戦は16分ぐらいの駅までは移動にはなるんですけれども、どうしても混んでるよとか時間帯によっては新札幌まで特急列車に乗っていくとか、逆に新札幌までは混雑我慢して新札幌からは特急に行くみたいな、そういった使い方、要は札幌と新札幌間だけでも特急を使うっていうのは、もしかしたら時間とかのタイミングによっては選択肢として入ってくるのかなとちょっと思ったんですが、どうでしょうか。そして列車は途中の新札幌を出まして、しばらくすると進行方向右手側で見えてまいりました、あの雪の中にあります超でかい建物、これがエスコンフィールド北海道でございます。
で、ここら辺で車窓を見ていただきたいんですが、未来この辺ちょうど球場の近くにこの列車線路走ってるんで、駅を作ろうっていう計画にはなってるんですが、いつ作りますとは決まっていないので、うわあったらいいなってめちゃくちゃ思いながら、この列車は結構スピード出しながら遠く行っちゃうんで辛いわけなんですけれども、いつできるんでしょうか。あ、エスコンフィールド行っちゃいましたね。電車でこれぐらいで離れていくんで、歩いて行ったら、いやーどれぐらいかかるんだろうっていう具合に結構遠くなりそうですね。まもなく開業する幕張豊砂駅と海浜幕張駅ぐらいの距離はありそうですけどね。というような話をしていますと、列車はいよいよ北広島駅に到着となります。こんな感じで北広島駅では右手側普通列車が止まっていますので、普通列車を対比そして追い抜きできるような、そんな構造になっています。これは別に野球場関連とは関係なく北広島駅の工夫になっています。ただ現在この北広島駅は野球場開設に伴ってやや改造も行われていますので、その辺も含めて北広島駅でお話ができればと思います。ではここで列車を降りていきます。はい、ということで時刻が15時17分、17分でエスコンフィールドの最寄り駅である北広島にやってまいりました。まあ17分かと、まあそんなにかかってはないかもしれませんが、まあ、途中でねいましたよね。なんか球場あってどんどん離れて、それでやってきたのが琴平広島ということで、まあ最寄り駅ではあるんですけれどもね。でこの右手側をこれ見ていただきますと、なんかこっち側のホームと比べてちょっと長いんですよね。ということで、まあ実はもう北広島駅っていうのを、まあ新しい対策っていうのが取られていまして、まあそれについてじゃあここでまずは北広島駅を見てからエスコンフィールドの方に移動をしてみたいと思います。というわけで、まあまず僕がいるのが北広島駅の新千歳空港方面のホームになっております。このように基本的には通過する列車がこれ右側通って、普通列車がここに止まってるっていう対比ができるような、まあそんな構造になっているのがわかるかと思います。こっちのホームは基本的に、新千歳空港方面オンリーのどうやらホームとなっているみたいで、ここは特に列車ごとに乗り場が異なっているってわけではありません。で、まあこんな感じで上野幌島増と書かれています。まあ広島ではないんですけれども北広島、なんか名前が面白いですよね。まあ、駅の構造としましては、これ駅の真ん中に、まあ、もちろん北海道なんで寒さ対策のこうデッキみたいなものがついている階段がまず1箇所と、だいたい階段は6両だと3号車ぐらい、そして後ろ側にももう1箇所用意されていまして、それがエレベーターとエスカレーターということになっております。なので、まあ、ここにね、別に降りたからといって全然その何でしょうか、バリアフリーがないかっていうと、まあ、そんなことは決してなくって、普通になんて言ったらいいんでしょうか、ね、足が悪い方とか荷物をたくさん持たれている方でも北広島で上がっていくことはできるようにという感じになっております。というわけで、じゃあまずは上に行きまして、札幌側のホームが変化していますので、それを見ていきたいと思います。よいしょ。これ中入るとまあそんなに暖かくはないかな。で、まあ本数今のところなんですけれども、だいたいこのエアポートはすごいですよね。エアポートが1時間に 1,2,3,4,5 本と、普通列車3本とか1本とか、まあ、ここちょっとタイミングがあれなんですけれども、まあまあまあ結構な本数があるのはこれを見るとわかるかと思います。ということで、北広島駅の札幌方面のホームにやってまいりました。まあこっちも同じように階段とエスカレーター、エレベーターがあるっていう構造になっていて、で、ホームのこのまあ幅としましては、まあそうですよね、めちゃくちゃ広いかっていうとそういうわけではなくって、特に反対側もそうでしたが、階段があるなんていうのは、まあ、かなりこんな感じで混んでるっていうか、混んでるって言うと言い方おかしいかな、狭くなってるんで、これはちょっと野球場ができた後は気をつけなきゃいけないポイントかもしれません。で、このホームの奥側ですね、ちょっとなんか明るい部分がありまして、そこが大きな変化ポイントなんで、次はそこを見ていきたいと思います。ということで、ホームの前方の方にやってまいりました。ここまでは北広島駅すごく歴史がありそうな駅となっているんで、放浪板がついていて、奥側はこう3色の LED で次の列車のみが表示されているっていう、そんなものになっているんですが、ここにまず一つなんかホームにこれ警戒を示すようなライトみたいなものがこれ追加されていますね。これは何ですかね。反対側の方もついているんですけれども、
多分これは、まあ、さっき紹介したようなホームが狭いので転落した時にすぐ知らせられる系だと思います。ちょっと違ったら申し訳ないです。でここですね、これ非常に重要なんですが、ここまでなんか昔はというか反対側を見ていただきますと、よいしょ、ちょうどホームが揃っていて、ホームがねこれ終わっていたような感じがするんですが、まだ奥にホームがなんとこれ続いているんですよ。でこの左上を見るとなんかフルカラーのような表示器がついていて、この先のホームに列車は止まりませんみたいな、そんなものがまあ書いてあると。で、まあ、下の方を見ていきますと、こんな感じで、6両編成がここへ止まるってことになっているんで、まあ、基本的に特急以外は6両が、まあ、この北海道地区の列車になっていますので、この先はね、列車は止まらないわけなんですけれども、こんな感じで、ライトも、屋根も完全に違うんですけれども、新しい区画が用意されております。これが新しいエスコンフィールド対策でして、まあ、どういうことかって言いますと、このホーム、千歳寄りに88メーター延伸を、流れてますね。まあ、入っちゃいけないわけじゃないんですけれども、88メーターホームを伸ばしました。で、何をするかっていうと、京王線の舞浜駅と同じで、エアポートとそれ以外の列車で停止位置を変えるんですって。まあ、要は列車を互い違いに停車させることによって、まあ、混雑をちょっと緩和しようっていう、まあ、そんな作戦になっています。ただまあ、なんて言ったらいいんでしょうか。これ出口は奥には一箇所しかないんで、まあ、ずらしたとしても、この奥まで移動しなきゃいけないですし、これがなんか逆にめんどくさいなっていう風に、ちょっと感じちゃう気がするんですけれども、どうですかね。これ上側を見ると、これ新しいタイプ、札幌駅と同じタイプの駅先表になっていて、まあ、今は何にも表示はされていないんですけれども、まあ、そんなものが用意されています。まだ放浪板もないんですが、駅名表って書かれていて、多分ここにつけるんでしょうね。で、床の部分にも特になんかこれといって、ん？ご注意ください。なんか、3前とか書いてありますね。まあ、なので多分これが、多分ずらして停車をさせるので、それによって出てくる新しい停止位置目標っていうものが、まあ、ここにね、用意されているってことなのかもしれません。はい。ちょうど今、快速エアポートがやってきました。このエアポート号は、現在は前の方なんですけれども、多分今後はこの後ろ、それかエアポートを前、どっちかよくわかんないんですけれども、まあ、そんなものをね、工夫しながら使っていくっていうのが、この北広島駅というものになっています。このホームが、使われるようになったというか、人が入れるようになったのが、2022年12月25日ということみたいですので、まだ本当に新しいピカピカのホームです。やっぱり、でしたね。でしたねって何だって話なんですけれども、なんちゃら停止の死とボタンが置いてあって、英語は多分エマージェンシーストップバトンのボタンだと思うんで、これね、停止の死とボタンってことで、多分これホームから転落したらすぐに知らせるぞっていう、そんなものになっているかと思います。で、北広島駅、その他どういうことするかって言いますと、今僕が立っているこの左側のホームっていうのは、千歳方面に出られるようなホームになっていて、まあ、つまりどういうことかっていうと、北広島駅で折り返すことができるホームになっています。なので、エスコンフィールドができた後は、北広島折り返しの臨時列車っていうのも、まあ、何本か走らせるってことが、今のところ決まっているみたいですね。なのでまあ、この、長いホームと臨時列車を使って、北海道としては対策をすると。でも、あれだけ近い場所にあるんで、早く駅作ってほしかったんですが、まだすぐに駅はできないみたいです。でまあ、さっき新札幌で少しお話をしたんですけれども、まあ、ここ、たくさんの特急が走るような、まあ、そんな場所になっているわけなんですが、今後、エスコンフィールドが開業した後も、特急列車は新札幌や、この駅には止まらずに、新札幌まで通過するってことになっているみたいです。雪が舞い上がりますね。寒い時は大変だ。で、この3番線は折り返せるホームになっているんですが、3番線のこれ発車時刻っていうのはこっち側はついてないんですよね。なので、これちょっとよくわかんないんですけれども、多分じゃあこの長いホームを使うのは4番線だけなんですかね。まあ少なくとも、まあなんかちょっとよくわかんないんですけれども、まあそんなね、なんて言ったらいいんだ。3番は折り返せて、3番側には発車時刻の奥側はなくって、4番はこうシールが貼られていて、発車時刻がすでに用意されているっていう感じです。まあというわけで、こっち側も反対方向にやってきてみたんですけれども、まあ特にこちら側、札幌方面は変わってることはないよってことで、まあさっき奥側にこうブラックじゃないな、黒いビニールテープで敷かれたこれ何だったんだろうと思ったんですけれども、まあこれは非常停止ボタン用なんでしょうね。
まあ、逆に今からもう使ってもいいような気がするんですが、まあ、どうもそうはいかないみたいです。あ、ちなみにさっき説明し忘れてましたけれども、左側のエスカレーターの位置はだいたい前から5両目付近、そしてこちら側のエスカレーターは前から2両付近、2両目付近ということになっています。いやー、ここはやっぱりね、ここも狭いんで今後ちょっと改善な場所なのかなっていう気がしますが、でもなかなかホーム伸ばすことができても出口作るのは難しいかもしれませんよね。はい、ということで改札フロアにやってまいりました。下はめちゃめちゃ寒いんですが、この改札フロアはかなり暖かくなっております。まあ、改札機の数も 1,2,3,4,5,6,7 個、多分これ増設したんでしょうね。うん、まあ、他の野球場のある駅にも負けないぐらいの自動改札機の数になっています。で、ここを見ていただくとボールパーク応援コーナーというふうに書かれていて、まあ、エスコンフィールドに関してなんかいろいろ書いてありまして、なんか3月以降車は周りに入ることを防ぐためになんか車両規制するんだよとか、まあ、開幕戦までのカウントダウンやってるんだよとか、あとはこう現在の状況とかって書いてあって、4月から建設が始まったやつがもういよいよ完成するっていうね、まあ、要は完成してるんです。で、屋根とかフィールドとか何々にゃみたいなことがもう書いてあって、でここから開業はなんかこう屋根を閉じてってことは、逆にこれまで屋根開いてたのかって話なんですけれども、なんか温度を保ちながらこう芝を育成するらしいですね。ほうほう。で、年明けにこれ竣工式、確かもうこれは終わっているはずです。で、開業は3月30日なんですけれども、オープン戦が3月の頭にあるらしくって、その時はお客さんを入れるらしいです。はい。で、あとはまあこう中に入ってきまして、ちょっとね、今からエアポート到着したんでお客さんの流れがあるんで、それが終わったら説明していきたいと思います。で、改札口を出てくると、まあ、こんな感じでこう北海道らしさじゃないんですけれども、北海道ってなんかこう基本改札中とかっていうなんかライトが光ると、まあ、中どうぞみたいな、なんかこう寒いがゆえの便宜らしいんですけれども、まあ、この駅はね普通に自動改札あるんで、あんまりなんかそれには関係がないとは思うんですけれども、まあ、なんかそんなね改札中っていうマークがついていると。で、この駅の中を見ると待合室はあるんですが、椅子が6つだけって感じになるんで、ここはちょっとね人が滞留してしまう可能性がありますね。うん。で、ここが、駅の周辺の案内になっているんですけれども、ここが、まあ、北広島駅と。で、さっき列車が結構ぶっ飛ばした感じはあったんですけれども、少し移動したここがエスコンフィールド北海道になっているんですね。これ北広島高校ってやつのこう隣だったりとか、なんかそのこれビッグボスブリッジとかって書いてあるんですけど、まあ、ここは後ほど通ることにしましょう。で、ここに行くなんか道がいくつかあるらしいんですが、なんかこうエルフィン道路、自転車ロード、アンビシャス通り、セントラルアベニュー、ボールパーク通りという、なかなかちょっとね、なんかうーんって感じのこう名前がついている道路と、こうなんかニュース通りみたいななんかのがあるみたいですね。で、なんかこれだけ見てるとそんなにね、なんかこう遠くはないような感じもするんですけどね。まあそれは今から実際に歩いて計算をしてみたいと思います。と、まあそんな具合にこの北広島駅とのエスコンフィールドのこう位置関係というのはこんな感じという話でございます。して、これ駅を出ようとすると、こちら側2つ出口があって、西口にこうシャトルバス、東口というふうに書かれております。どうやらこう西口っていうのがエスコンフィールドに一番関与してるみたいですね。で、これ駅の敷地から出てくると、まあこれ結構寒いです、ぶっちゃけ。うん。で、こっからさっきご紹介しましたが、札幌は540円、これまでの札幌ドームの最寄り駅だった福住まではなんと250円だったんで、単純に倍近くな料金になっています。ただし新千歳空港からは560円なんで、新千歳空港から来る場合は安くなったっていうのが正解かな。そしてこの駅を出てくると、まあ、結構ですねこう広いんですよね。うん、めちゃくちゃ広くって、まずここにエスコン F ビレッジなんか名前らしいんですけど、あとこう80日というふうに書かれております。まあ、結構近いですよね。で、ここに色彩館っていうのがあって、なんだこれは、エルフィンパークってここが名前になってるらしいんですけど、めちゃめちゃこう広いですよね。うん。で、なんかこう柵がねこう用意されていて、これ何ですかね、多分これ整理乗車とかするためのものなんですかね。ちょっとまあ詳しくは分かんないんですけど、まあ、そんな謎のものが置いてあって、で、左側に行くとなんかこう野球やってますね。松本剛、まあ、2022年の首位打者の選手がなんか打ったやつを全部出してるらしいんですけれども、なんかねそんな画面がついていて、まあ、多分これ街がすごい発生すると思うんで、まあ、それも飽きさせないようなっていう、まあ、そんな工夫かと思います。
でここに新しいこれ改札口どうやらできたみたいで、エレベーターから上がった人専用の出口っていうのがこれも2022年の12月25日からできたみたいです。で上側を見るとさっきのこう駅にあったやつだと思うんですけれども、それをなんか映してやるっていう、なかなかちょっと見にくいんですが、そんなものが用意されていて、こっちはね、まあ、すでに利用開始となっています。ただまあこれで降りても混雑はどうかなっていうのがやや気になりますね。まあいいか、じゃあとりあえず出ていきたいと思います。ということで北広島駅の外に出てまいりました。でまあ北広島駅の周りなんですが、まず左側にこれ東高って呼ぶのかな、一応オフィスとはお店があって、多分これはもう野球場できた後はもう相当重宝されるでしょうね。であとは周りに特にこれといったものはないんですけれども、奥を見ていただきますと北広島駅西口周辺エリア活性化事業とかって書いてあって、まだ何も立ってはないんですけれども、なんかあの絵的にホテルかなを作るんでしょうね。うん、ということで北広島駅の前にホテルを作るような工事がやってると。ただどう考えてもこれ開幕には間に合いそうにないですけどね。あとはこれ手前側で今こう作業が絶賛進行中でして、多分まあ要は今後エスコンフィールドに行く選択肢、そうか、先に提示した方がいいですよね。まあ一つはここから歩くですね、まあ定番かと思います。そしてもう一つは目の前にありますタクシーを使っていく。でもう一つはシャトルバスっていうのを走らせるんですって。でシャトルバスを使って、まあ、いわゆる千葉マリンスタジアム海浜幕張駅からシャトルバスもしくは歩きで行くっていう方が多いと思うんですけど、まあ、なんかあれと同じようなイメージになるそうなんで、それのために多分これは今何でしょうかね、屋根新しく作ったんですかね。まあでもこれ綺麗なんで、まあ、そうでしょうね。うわすごい、つららはできてますけど。ということでここに新しい屋根を作るための工事が絶賛進行中と、まあ、残り80日なんですけどね。でまあ本当になんかこう周りっていうのもなんかこう新旧融合っていうのが、ホームとかはねこれ古いんですけど、ここら辺の地盤とかって結構新しくなっているんで、まあ、これどういうことなのかなっていう雰囲気になっております。あとなんかこう右側に謎の建物コンビニとかあったんですかねだと思うんですが、まあ、そいつはねもうやってないという感じですね。こんな感じになってますけども、まあ、多分ここからバスがこうドカッと出ていって、人がこうドバーッとこう並ぶのかなだと思います。はい、じゃあまあもうここまで来ましたので、ここから17分もうすでに経過してると仮定しまして、ボールパークまで一体どれぐらい時間かかるのかっていうのをまずはねこう撮影しながらではありますけれども、寄り道せずに行きたいと思います。じゃあ早速行きたいと思います。というわけでもう4時ちょうどスタートということにしましょう。多分推奨ルートを通ると思いますが、またちょっと変更等々されたらその時はすいません、また改めてご紹介といいますかチェックをしていただければと思います。というわけで、まあ、いきなりですねこんな感じで真っ黒けな方ポスト置いてあるわけなんですが、ここからこう右側に行くのではなくって、まずはこの左側に少し移動しまして信号を曲がっていくということになるみたいです。で、まあ、こんな感じで駅の外を出てきますと、まあ、もう早速、まあ、この北海道がゆえに歩くという問題点が出てまいりまして、まあ、どういうことかって言いますと、まあ、雪ですよ。まあ、奥側も一生懸命こう屋根を作っている状況ではあるんですが、このもう板のようになった雪っていう場所をですね、当然歩かなきゃいけないわけです。まあ、北海道、今撮影してるのは1月で、まあ、1月っていうのは野球のシーズンではありません。だいたい3月から11月っていうのが野球のシーズンなんですが、まあでもですよ、北海道の3月、まあ、後半とはいえ、ワンチャンまだ雪積もるんじゃないかなとか、11月とか、まあ日本ハムが勝ち残って日本シリーズとか行った場合にはなっちゃうんですけど、そうなった場合はまた雪が降るんじゃないかなみたいな、そんな部分がやや気になる点なんですけどね。というわけで信号の方までやってきました。なんかねこう手前側曲がってもいいみたいなんですけど、まあ、一番分かりよいルートで行きたいと思います。あ、やっぱりこれ1から3階商業フロア、4階以上ホテルフロアと書いてありました。というわけでこの栄町、栄町っていうのかな、2丁目っていうのを右手側に移動していきます。でまあこれ歩いていて、まあ、逆にこれは一つのいいポイントなんですけれども、道幅がこれ結構広いんですね。駅中とかもまあ広くはなっていて安心だったんですが、この道の場合は横幅がまあ雪で埋め付けされてはいるものの、それでも結構な部分歩くことができるんで、まあ、野球場にこう皆さんこうつらつらと歩いていった場合でもそんなにここは問題なく歩けるかなというふうに思います。ではこれ途中から下り坂になってるんですよね。いや雪の場合の下り坂はちょっとしんどいかもしれませんね。
まあ、じゃなかったとしてもキャリーケース持ってる場合はこの下り坂はちょっとしんどいかもしれません。そしてさらにずっと進んでいきますと看板が登場しまして、ここに札幌大曲道央道江別江庭 F ビレッジということで、どうやら直進していくと、まあ、それより個人的に気になったのは下側の道の名前、これまあ道の車な道の道なんで道道なんていうなかなか面白い道なんですが、これ数が1080ってね、1080本もあるんかいっていうのがちょっとびっくりなんですが、まあ少なくともここを直進しようとなった場合に今度はね上り坂なんですよね。下ったら上るのかっていう、またちょっと来そうですね。はい、というわけで奥の方にやってまいりました。ここが信号になっていて、三沢2丁目という名前みたいですね。ここを直進すると分かります、奥見えてきましたよ。あれがエスコンフィールド北海道でございまして、あなんだよと、もうだいぶ来たんで早いかなって思って時計見るともう知らないうちに10分以上歩いていて、別にあの僕のんびりというか普通の速度で歩きながらの撮影で、黙ってねこう歩いてる時は多分早歩きみたいな感じになってるんで、普通多分あの僕のペースが多分普通の徒歩ペースだと思うんですけれども、まあ、とりあえずようやく見えてきたんですが、まあ、もう10分ぐらい歩いてるよって話で、でここを見ていただくとこのセブンもまた球場ができたらめちゃくちゃ人でいっぱいになりそうですよね。であとゲオ、まあ、あれは関係ないか、あこのサンドラックも日用品とかで結構盛り上がりそうな、まあ、そんな結構大きな、確かこれ道道か道道1080号線とかいうなかなか面白いやつなんですけどになっています。なので、まあ、エスコンに行くときに途中でね買い物なんていうのは多分できるかなっていう雰囲気でしょうか。はい、じゃあ行きましょうかね。やっぱりこう道路上はしっかりと除雪されてますよね。うわ信号これ早いな、これ球場できたら変えてくれるかな、なんか一瞬で赤になっちゃいました。よいしょ。で渡ってきますとここに対面通行って書いてありまして、まだですねこれ左側わかりますでしょうか、会場できた後は多分片側4車2車線の4車線になると思うんですけれども、これも道路はまだ作りたてなんですよね、ということで完成していないということで、いやはやまだなんかやっぱりこういろいろと時間が押すのかな。まあでも90日あれば80日かあればできるのかなってところなんですけれども、こんな感じでこれ休日返上でですねロードローラーがまだ確かにこれアスファルト引いてないんでね、まだまだっていうのが分かると思うんですけれども、現在一生懸命道を作っているのが分かるかと思います。まあでも途中からではないんですが新しい柵になりましたね。うん、こんな柵と道路になっ なっているみたいですね。で、あ、すごいすごい、北海道ボールパーク F ビレッジって書かれているマンホールですね。まあ、しかしでもこれで分かるのが相当今こう雪でかさ増しされてるっていう感じですよね。なのでこれはエスコンフィールド F ライナーじゃなくてエスコンフィールドができることによって、まあ、完全にこれ新しい道ってことなんですかね。わすごい溶かしてますね。うん、まあまあまあいいやまあいいやというわけで、まあ、この道路なんかさっきどっかなんかあの車は通れなくしますとかっていう風に書いてあったんで、これは多分そうはしないのかなだとは思うんですけれども、まあ、とりあえずすごく新しいところを走っています。あ、ちょうど奥側に函館本線、いや千歳線が見えてますね。あ、こんな風に名前ついてましたね。 F ボールパーク通りっていうしっかりとした名前がありました。まあ、なので完全にやっぱりこれね日本ハムに意識した道路っていうのがわかるかと思います。ただまあ本当にね上がったり下がったり大変でね、今度は登ってますからね、いやーきついっすよね。こんな感じ、これぐらいこうアップダウンがあるんですよね。いやーまあしょうがないか、まあそんな具合にずっと坂を淡々と上がり続けているわけなんですけれども、またここで分岐が登場したり街路灯があるんですが、ここが、施工令和4年の3月とかいう風に書かれていて、まあこれらのものっていうのも本当最近なんだなっていうのをねこういう風で感じていただけるかと思います。でこれ右の方行くとちょうど目の前に北広島高校前っていう風に書かれていまして、まあ、これがね高校に関連したものなのかな。であそこになんか橋みたいなのがあるんですけども、あれが確かさっき地図に書いてあったビッグボスブリッジとかいうやつなんでしょうかね、だと思うんですけれども、よいしょ、こんな感じでなんですが、なのでまああっち側もルートの一つっていうことなんですかね。うん、まあちょっとこれは分かればあれなんですけれども、少なくともここもまだ対面通行になっていますので完全に道路が出来上がってないっていうのが分かるかと思います。ただここに書いてありまして、よいしょ、よいしょ、こんな感じでですね、街路樹を植栽したりとか
道路の拡幅工事、やっぱりこれ拡幅なんですね、を行っていて、これは3月20日までかかるということで、まあ、本当結構ギリギリまで工事をするそうなんですけれども、まあ、そんな工事が行われているということみたいです。はい、というわけでまだ本当にね、工事と接中している場所なんですが、まあ、さらにこれを直進とりあえずはしたいと思います。これ今高校の横をこれ走ったというか来てるんですけど、すごいっすね。なんかこう壁画がなんか書いてあって、アンビシャスとか書いてあって、さっきあれでしたね、確かなんかアンビシャス通りとか書いてあったんで、それに関連してんのかな。なんかすごい絵ですね。うん、まあ球場ができた後とかだと、ここでなんか記念写真とかを撮る人が増えてくるのかもしれないですけども、こう B アンビシャスっていう結構有名な北海道のクラーク先生だったかなのセリフだと思うんですけれど、こんなものもついてるみたいですね。いやー面白いな。はい、そしてまあとにかく登りまくって高校も越えまして、ようやくエスコンフィールドがこう右側にこう見えてきて、なんだこれは建物を作ってんのかなみたいな場所にやってくると、この通りの名前がこれですね、ユース通り、さっき書いてあった高校に関連した場所だと思うんですけれども、ユース通りなんていう場所が今度登場しましたが、どうやらこれは誘導付きというか入っちゃいけないのかな、っていう感じなんですかね。ということでいいのかな、これ入って、いいのかななと思うんですけれども、まあ、こんな感じでね、ユース通りなんていう風に書いてあって、まあ、この道路っていうのも木側の方に続いているっていう雰囲気ですね。で、まあ、ここね、左側の方に来てみて、まあ、さっきのユース通りってやつなんですけれども、まだ、ね、やっぱりここはね、工事を行っているということみたいで、ここは今のところはこう、関係者の方しか入れることができないっていう、まあ、それでもすごいこう、関係者の車がじゃかじゃかこう、走ってはいるんですけれども、まあ、そんな通りになっていました。まあ、こっちから行くことも多分できると思うんですが、まあ、とりあえず、まだまだね、これ直進は OK みたいなんで、直進で近づいていきたいと思います。はい、そして、奥側にやってきますと、いよいよ到着することができました。はい、これですね、エスコンフィールド北海道でございます。これ中ちゃんとこうライトがついてて、いや来ましたよ。おー、すごいでかいな。いやー結構時間かかったんですが、とりあえず間近に見ることができる場所までやってくることができましたね。いやすごいすごい。で、なんか書いてありますね、この先。なんかいろいろ書いてあって、よいしょ。タワー11ゲート、インフォメーション、AU ゲート、リポビタンゲート、コカ・コーラゲートとかなんかいろいろ書いてあって、まあ、新しい球場なんで、いろんな名前が多分つくんでしょうね。ということで、なんかいろんなゲートがあって、さらにこう手前側には、たくさんのこうお店みたいなのが、いっぱいこうポコスカ出ていまして、これ何なんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、なんかこれ出店とかなのかな、がいろいろとねこう準備されているっていう雰囲気になっております。とりあえずですね、なんかこうバリケードがあるところやないところがあって、正直どこに行ってよくてどこに行っちゃいけないのかさっぱりわかんないんで、まあ僕はまあとりあえず行けないということにして、まあここで時間等々を測っていきたいと思います。というわけで現在の時間が16時28分ということで、駅から28分もかかっちゃったということですね。いやちょっとかかりすぎましたかね。まあ正直この雪の影響っていうのもあったんですけれども、例えば28分かかったとすると、28足す17分なんで45分か、札幌からは球場までなんと45分かけて来ることができるということで、まあアクセスがいいか悪いかって言ったら、まあ良くはないですよね。で、まあ、なのでってわけじゃないんですが、北広島からはバスがあったり、タクシーがあったりってことで、まあ、それらを使って、当然ここに来ることができて、まあ、そうすると、歩きの部分が半分ぐらいになるんで、まあ、札幌から30分、35分ぐらい、40分ぐらいかな、いや、もうちょっと早いか、ぐらいで来ることができるんですが、まあね、少なくとも結構ね、遠いよっていうのとね、あとはこう歩くと、こう、坂がめちゃめちゃ気になるっていうのが、ここでよくお分かりいただけたのではないかなというふうに思います。いやー、やっぱり歩くとね、遠いですし、雪だときついですね。でもまあ本当にめちゃくちゃ綺麗な球場で、いや、早くね、開業したらいいなっていうふうに思いますね。こんな感じで中のなんか大林組とかなんかいろいろ書いてあるんですけど、広告類もかなり入ってるみたいです。まあこの周りを見てみると、奥に新しい、これ多分マンションかな、ができていまして、これはなんかこの F フィールドに関連したタワマンらしいですね。
もしかしたらホテルかもしれないですが、でもこれ作り的にマンションっぽいんで多分マンションで、あとこの、球場の周りに F プレイフィールドって書いてあって、これ野球場なんですけど、すごいですよね。お子さん喜びそうなこう公園の遊具みたいなものがめっちゃたくさんあって、ね、奥にはなんかこう雲の巣みたいなものも用意されていて、それはそれは面白そうですね。やっぱりこう北海道ということで土地をふんだんに利用した、これがいいんでしょうね。いやーすごい。で奥側にもなんかあって、多分あれはグッズ売り場とかなんですかね、みたいなものも奥に用意されているということみたいですね。いやいやいや、ほんといろんなものがあります。いやーさらにこれまた奥にやってきたんですが、どうやらここが正面玄関みたいな感じですね。これですね、書いてありますよ。コカ・コーラゲート、ファーストベース、バスタクシー、リポビタンゲートっていう風に書いてあって、ちょうど奥にこれタクシー乗り場があるんですね。タクシー乗り場があって、左側の奥にこれチケットということで、あそこチケット売り場かな。でこの右側を見ると日本ハムファイターズのマークがついていて、さらに奥見ると分かりますかね、これもう多分観客席だと思うんですけど、スタンドがちょっとこれ見えてるんですよね。いやーこれは楽しい。でやっぱりこれ北海道ということもあって、まあ、東京ドームとかとは全くやっぱ雰囲気が違う。まあ、どういうことかっていうと、多分まあ車とかっていうので来られる方も多いよってことで、駐車場もたくさん用意してありますし、まあ、そういった違ったスペースっていうのが取られてるっていうのがこの球場の大きな特徴かと思います。こんな感じですね。これ中もねちょこちょこ見えるんですね。まあ、外から見えるようにするっていうのが、まあ、一つこの球場の特徴なのかもしれないんですけど、まあ、そんなものもねこちらからはしっかりと見えております。でもなんかこの屋根が不思議な構造されてるって気づかれた方はいらっしゃいませんでしょうか。実はこの球場は可動式の屋根っていうのを備えているらしくて、この上側に乗ってる多分こう屋根みたいなやつがこう左側にこうウィーンって動いて、多分これで空気を吸えるようになってるってことで、ヤフオクじゃないです、今は福岡ドームって言った方がいいのかと同じような感じになってるんだと思います。ただまあ今の季節にそのことやったら雪が降ってきて大変なことになるんで、それはやんないでしょうけど、まあ夏とかのシーズンとかに多分涼しくしようとか、あとは花火とかももしかしたらやるかもしれないんですけれども、まあ周り基本あんま何もないですからね。まあそんなこんなで可動式の屋根っていうのが備えられているということになっているみたいです。まあもうちょうどね多分これ現場の作業が終わるなのかな、なんですけど帰ってこられる方が結構いて、まあこんな感じで駐車場ということで駐車券とかっていうのもいろいろ用意されてますね。なのでまあタクシーなのか、これ駐車場ですね、どう見ても。だからほんと相当数の駐車場っていうのも用意されてるのかな。なので、まあ、球場の駐車場って結構球場からは遠いイメージあるかもしれないんですけど、ここの場合はそうでもなくってすぐに球場に入ることができるかもしれませんね。あ、こっから奥見るとまた名前が見えてきましたね。北海道新聞社とかっていうのもよく見えますね。いやーね、でなんかどうやらこう位置はちょっとわかんないんですけど、この中には温泉があったりとか宿があったり、要は球場が見られる宿とかっていうのを作ったらしいですよ。いや本当にこうエンターテイメント化されてますよね。いやそれもまた一つ楽しみなんですよね。面白いのがここに消火栓ついてるんですけど、消火栓って普通赤じゃないですか。赤なのに日本ハムでなんか黒色になっていて、これいいですね。ここ真打ちじゃないと思うんですけど、なんかちょっとね面白いっすよね。黒色消火栓みたいになっていました。木から歩いている道路なんですけれども、球場の外周一周っていうのは今でもしていいそうなんで、まあちょっとそんな感じで外周一周しながらこう北広島に戻っていく感じで、もうちょっとエスコンフィールドを見える場所からいろいろと見てみたいと思います。まあ時間自体はまあ一応札幌から45分ぐらいかかってしまったよっていうので一応ご紹介させていただいて、まあアクセスとしてはまあ課題がかなり残るよねと、であとシーズンによっては雪が降って大変だよねっていう、まあちょっとネガティブな感じにはなっちゃったんですが、ただまあ実際に来ていると、まあ、なんかそれを忘れちゃうぐらいのなかなかに素敵な場所って感じになってます。これ奥とか見てみるとこんな感じでこう管とかがありまして、これが温泉に関連してるんですかね。まあ何にせよなんか温泉のことばっかり話していて、なんでかっていうとめちゃくちゃ寒くてですね、もう耐え難い寒さなんで、まあしょうがない、早く温泉入りたいってテンションで、まあ、その話をしてるんですが、まあでもですね中に本当に温泉とかもあるらしくって、いやいやいや本当楽しみですよね。でこんな感じで、ちょうど北広島とは反対側に今来たんですけれども、バスって書かれていて、シャトルバスはですからここら辺から乗るんでしょうかね。なので駐車場兼、タクシー乗り場兼バス乗り場兼みたいな感じにここがなっていそうです。でさらにこれ奥の方にやってきますと、まずこの目の前に屋根付きの駐車場がありまして、
これ多分想像なんですが、今はねなんかこう工事の車っぽいのがたくさん止まってはいるんですが、この右奥が選手が出てくるとこなのではないでしょうか。多分関係者、あ、やっぱりあそこにスタッフパーキングってこう書いてあるんで、まあ要は選手とかがここから出てきたりとかっていうことで、多分ここは将来開場したら出待ちのカーとかたくさん溢れそうですよね。うん、まあそんな感じになっていて、でもう一つ気づいたのが、この手前側のなんかまるで電車が走ってくるかのようなしっかりとしたこう高架なんですけど、これは、まあ、さっきお話ししたようにまさにこのアングルだったらわかりますでしょうか。屋根が乗っていて可動式の屋根だよっていうことで、屋根がここまでこうウィーンってこう出てくるための可動式用の装置だと思います。まあ、そんなものがこっちから見えるぞということで、もう要はだから屋根のこの幅と幅がすごいことになってますよね。いやこれやばいな、うん、相当の幅だってことがわかると思うんですけど、実際来てみるともっとなんかやばさがね感じますね。あ、ほらこんな感じで搬入車両とか書いてあったり、ここにはアート引っ越しセンターって、引っ越しセンター使うんすねこういうのね。うん、なんかいろいろと不思議な感じがしますけれども、まあそんなわけでなかなかにこれは超裏側ですね。あんまり知らないのか、じゃないんじゃないですかね。あそこ千歳線走るんでやっぱり近いとこにあるなっていうのもわかりますけれども、こんな感じでエスコンフィールドになっています。でこっち側にこう来てみますと、建物なんですけれども、これ1,2,3,4,5,6階とか7階だったのかなっていうのがここからは見えますね。ちょうど多分あれはエスカレーターだと思いまして、さらに奥にこれスタンドの多分シート斜めってるのがなんとなく見えるんで、なんかこう周りのこう屋根というかっていうのが、まあ、要は屋外球場がみたいなものがバンってあって、そこにこう屋根みたいな感じで建物をかぶせたみたいな、なんかそんな雰囲気に感じますね。うん、なんかこう屋根歩きというか周りありきで作られてるっていうよりも、中になんかこう別の球場があるかのよう なんかそんな雰囲気に見えるんですけども、どうですかね、まあ、ちょっとイメージ図とまた違ったら申し訳ないんですけど、なんかねちょっとまた違った普通の球場とは違う雰囲気を感じます。で上側とかこう中がもう光ってるんですが、多分こことかはオフィスとかが立つんでしょうかね。まあ、なかなかこうどの角度から見ても面白いんですけどね。いやーすごい角張ってて、うー寒い、手がもう死にそうなんですけど、でもね結構熱くするものがあります。ここは北海道じゃないんですけれども、端っこに来るとたくさんの除雪車がいまして、 1,2,3,4,5,6 台かがこう待機中ということで、除雪車がなんとかこうここをガリガリしまして駐車場は使えるようにしてるっていうのがお分かりいただけるかと思います。あれ、あそこになんか人がいますね。こっちは行ってよかったのかな、多分でもダメだと思うんですけどね。まあ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 、とりあえずね、そんな外周をしてるわけなんですけれども、駐車場だけは確かにもう意味ありげにこう道路をね除雪されてますもんね。でここにやってくると、今度はこう名前がですね、セントラルアベニューという、多分これ一番目の前の道路のかな、がここで登場してまいりまして、この奥側ですねに行けるよってことになっています。だからこっから北広島に行くっていう選択肢もどうやらあるみたいですね。で、あ、すごいすごいすごい、よいしょよいしょ、多分後でまた見えるとは思うんですけれども、なんかあそこからはすごい煙がプシューとこう上がってまして、いや綺麗ですね。うん、まあ、そもそもこれ夜になっちゃったんで、だいぶなんか外も見にくくなっちゃったんですけど、まあでもですね、なんだかこう夜のエスコンというか、まあ、北海道の夜景みたいな感じで見えるんで、これはこれとしていいのではないでしょうか。あ、いやいやいや、なかなか楽しい。またこれ奥に来るとすごくこう面白いというか不思議なのが、これ目の前に A2 とかって書かれている、まあ、要は駐車場がこっちにもこう大量にありまして、なんかこうさながらイオンモールみたいなんですよね。なんかこう電車よりも結構なんか車中心なのかなって感じちゃうぐらいに大量の、まあ、駐車場が用意をされていました。でこの左側の方を見ていくと、これ道路なんですが、なんすかね、これ白くてシールが貼られていて、どこに行くのかはまだ作ってないっていうか、作ってないじゃない、見えないようにはしてあるんですけれども、まあここも結構だから重要な道路だっていう感じになるかと思います。まあね、ここを球場で試合するとき対戦チームの人たちっていうのは札幌に泊まるんですかね、どこに泊まるんですかね、まあちょっとこれはわかんないんですけど、まあまあまあとは言ってもね、そんなものが用意されてるかと思います。ここもなんかノーエントリーと書いてありますが、車の出口ですね。でここもなんか名前が今歩いてきましたけどありましたね。あ、ボールパーク通り、あれさっき歩けなかったとこだと思うんですが、こんな感じで歩けるみたい、歩けるじゃないな、ボールパーク通りって名前がついていました。さっきの交差点みたいなとこなんですが、左側はまだ道路ができてないみたいで、
まあ、作り途中みたいな感じになっていました。なのでこっち側には行けないみたいですね。で手前側の方にやってくると、なんだ、おー、なんかこうどっちから行けるのか分かんないですけど、なんかこう手前側が対面通行ってことになっていて、あ、多分こう左サイドっていう方がまあもう出来上がっていて、右サイドは今後作っていくっていう感じだと思います。でね、奥にこうフィールドが見えてるんですが、いやーいいっすよね。いやいやいや、でかいな。駐車場のでかさの方がなんか目についちゃうんですけど、いやいや、しかし本当にね、めちゃくちゃでかい球場の周りっていうのを、まあ、このように歩いていて、あ、全然名前違いましたね。ここがアンビシャス通りということみたいですね。はい、ということなんで、まあ、さっきのね、高校の方がアンビシャスかと思ってたんですが、そこはちょっと違ってました。で、あ、こんな感じですね。今、真左を特急列車がこう通過していて、あそこが JR になってるんで、まあこの辺に駅ができたらすごく便利そうですよね。まあ実際問題できるという話にはなってはいるんですけど、ただ現実まだしばらくなんか駅は作らないそうなんで、それが困ったなっていう実際問題の話にはなっています。ただなんか駅を作った後もエアポートはここに止めないそうで、北広島っていうのはアクセスの重要拠点として今後も活用するんですって。こう歩いていると結構ね、手前側の方も意外と人が歩いていて、普通にこう道路道になっていたんで、あ、ちょっとね、先ほどは右の方にいたんです、左の方にいたんですけど、もうちょっと球場に近い方を歩いてみました。そうするとまあここに A1 とか書かれていて、奥側にはもうね、駐車場がしっかりともうなんかこう稼働していまして、まああの感じだとなんかペイペイとか IC カードとかなんかそういったのもいけそうですね。まあなんか不思議な感じなんですけれども、ね、なんか面白いっすよね。もうね、別にまだ電気入れる必要ないんじゃないかなって気はするんですけど、まあシステムの誤作動とか雪に耐えれるのかとか、そういうものをチェックするためなのかなだと思うんですけれども、まあ、そんな感じでもう様々な場所っていうのが実際は稼働していて、でやっぱりこう気になるのはあの奥なんですけど、ね、なんであれモクモクしてるんですかね。煙がモクモクしていて、でエスコンフィールドになっていて、こっち側にも日本ハムの文字がついてますね。ファイターズっていう風に書かれています。まあ反対側と基本的には同じっぽくは見えるんですけどね。で、あ、やっぱこんな感じですね。こっから奥が関係者以外ダメだよっていうことになっているみたいです。でこんな感じでまたこう正面に見えてるところに来てみたんですけれども、まあなんかね、不思議なこう像みたいなものがおしょあそこにあって、よいしょ、わかりますかね、これ北海道って書いてあるんでしょうかね、があって、なんかまるでこうスケートリンクの坂みたいなものがあって、お電車がすごい近くを走ってますね。あ、貨物か。で奥側にこんな感じでね、また球場の中が見えるんですけど、やっぱりこう、あ、これを見てもですね、なんかこう中にこう球場は球場で別にあってみたいな、なんかあくまでも蓋みたいな、なんかそういう雰囲気に感じちゃうんですよね。で、よいしょ、そんな話をしていると、ちょっとすみません、手袋しながらカメラいじるとなかなかうまくいかない。これがやっぱりマンションっぽいっすね。左側にマンションあって、で左側に、まあ、さっきからこう千歳線が走ってるんで、やっぱり線路というか駅の順位をちょっと進んでるのかなって思うと、まあ、さっきの場所っていうのはまあ広い空間があそこに広がっていたんで、あそこが駅になる場所なのかな、まあ、ちょっといろいろと憶測はあるんですけれども、よいしょ、この奥にあるのはあくまで照明の工事ということになっていますので、電車に関する工事は、まあ、全く進んでいないということで。で、奥の方に行きますと、よいしょ、パーキング A エリア、B エリアっていう風に書いてあって、これも本当なんかイオンみたいですよね。なんかイオンの話ばっかりしておかしいかもしれないんですけれども、これマンとかクーとかって書いてあるやつだと思うんですよね。まあ野球場でね、こんなにいっぱい、駐車場用意する場所ってのはそもそもあんまないとは思うんですが、まあそんな具合に、まあでも本当に車の方も取り込みたいよっていうのが、この Sコンフィールドの、まあミッションなのかなっていうのを、ここで感じることができるかと思います。あ、こっちはちゃんと除雪してあるんですね。いやーね、まあでも車できた方が便利かな。まあでもそれはやっぱりあれですよね、駐車料金次第だとは思うんですけれども、まあそんな具合な話になっています。いやー、しかし電車がめっちゃ行きますよね。いやー、絶対やっぱりここから降りて電車乗れたらすーごい便利そうなんですけどね。あ、ここになんか工事のターミナルみたいな場所があるんですけど、その奥に、いや、すごい近くにこれ線路がありまして、でその奥にこう信号っていうのも用意されてるんで、完成予定地じゃないんですけども、駅があったらやっぱりここら辺ですかね。
まあ工事現場的にしっかりと、まあ用地的には問題なさそうですもんね。ただまあ全面展望で見た感じ、なんかそんな駅ができそうなっていう雰囲気は、おお、来た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 。うん、やっぱ近いっすもんね。でもまあ全面展望的にはね、多分、どこが駅っていうわけじゃなさそうですし、普通にスルーのホームになりそうですしね。で、まあこっちやってくると、一番端っこの方が見えまして、で、おいしょ、やっぱこっち側からはあんまりなんかこう、日ハムっていうのは感じられないわけな、日ハムじゃないな、球場の中っていうのはちょっとわかんないんですけれども、まあでもこう、左側の特徴的なこう、ガラスっていうのは、こっちからも見えていて、で、またこれびっくりしたのが、マンションなんですけど、まだね、工事中かなと思ったら、なんかまるで住んでるかのようなライトがちょこちょこついていて、工事なのか、もう住んでるのか、どうなんすかね。ちょっと気になっちゃいました。はい。ということで、まあこっちからもね、綺麗に見えるよってことで、まあ本当にまだ球場はできてない、できないっていうか、その球場の中に入れないんですけど、外からもね、綺麗にしっかりと球場が見えてます。はい。で、まあこれが端っこでしょうかね。エスコンフィールドの端っこの方から見て、マンションもこう被ってますけれども、まああの動く屋根っていうのがこう見えていてっていう感じになっていて、おいしょ、手前側の方を見てみると、なんかこれ貯水池なのかなみたいなものっていうのもありまして、なんかこう不思議ですよね。ほんと北海道の広い場所に土地としてフィールドがあって、また左側もなんか作ってるんですが、まあこれ何かな、まあちょっとわかんないんですけど、まあそんな建物もあってっていう、まあ、本当にね、なんか不思議な変な感じです。はい。というわけでこれ反対側来まして、さっき見えていたこの橋、ビッグボス多分ブリッジってやつだと思うんですけども、まあだからこっちからこうバーッと移動して北広島の方に行くっていう選択肢もあるってことなんですかね。しかしビッグボスもいつまで監督をするのかちょっとよくわかんないんですけど、ここにね名前が残ったっていうのはちょっと嬉しいかもしれないですよね。あ、ここにはビッグボスは書いてないんですけれども、2022年3月っていう風に書いてあります。まあ、ここね、上側に行こうと思ったんですけど、残念ながら今はこれ上がっちゃいけないみたいなんで、まだこのビッグボスブリッジは作ってる途中ってことなのかな、だと思います。はい。まあ、この奥が総合体育館前って書いてあって、まあ、体育館になっているんで、まあ球場から出てきてこのルートもあるよってことだと思います。で、ビッグボスブリッジからまたこっち側に歩いてきますと、ここで北広島駅っていう風に看板書いてあって、右側に多分これはエスコンフィールドっていう感じなんでしょうねっていう感じになって、これでまあ一周して戻ってきたということになりますね。はい。まあちょっとこんな感じでエスコンフィールドもちょこんとこう見えているわけなんですけれども、高校がだからこっちかなんで、こうまあだいぶこう大回りすると戻ってきたなっていう話になるかと思います。はい。というわけで今回は日本一新しい野球場エスコンフィールド北海道をアクセスを兼ねて、現状がどうなっているのかっていうのを皆さんにご紹介させていただきました。まあ本当にいろいろとこう興味深い建物だなって話ではあったんですが、またやっぱりこう札幌から移動してくるって話を考えるときに45分とかかかっちゃうとなると、札幌ドームに比べてアクセスは悪かったり、やっぱこうアップダウンしながらの 1.5 キロ実はあったらしいんですけど、まあこの移動なかなかしんどいなっていうのが正直な感想ですね。まあ特にね、野球が終わった後とかね、まあぶっちゃけ本数は思ったよりもエアポートがあるんで、そこではね多分だいぶ救われるのかなって話だと思うんですけど、まあいろいろとまだ課題を残しつつはあるんですが、まあでも3月からは無事にこう指導してくれるっていうのをね、このエスコンフィールドでまた熱い試合がいろいろ生まれるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そこは非常にこう楽しみだなっていう、まあ、そんな今回はね感想をもとに、まあ、多分これまでアクセスあんまりされた方っていうのは動画になってなかったと思うんで、日本一新しい球場に、まあ、特に札幌から行かれる方多いと思うんですけれども、一体どのように行くんだよってこととか、あと球場周りがどんな風になってるんだよっていうのをね、実感を持ってエスコンフィールドがまもなく開業するっていうのを皆さんにお伝えできればなというふうに思います。はい。というわけで今回の動画はこの辺で終了させていただきたいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。